ジウムさん、次こそ一本取ってみせます。動きが遅い。そんな速度だと簡単に後ろを取られる。がむしゃらに剣を振ったところで無駄。冷静さを欠いた攻撃は大きな隙を生む。こんな風に。ああ、剣が。握りが甘いからすぐに弾き飛ばされる。また私の勝ち。さすがジュームさん、今の僕じゃ一本取るなんて夢のまた夢です。言い訳無用。クリスタルの戦士が弱いなんて話にならない。それはそうですけど。もう少し優しく接してやっても罰は当たらないんじゃない。セティア、何の用？有望な新人の顔を見に来たと言ったら信じてくれる？ここにいるのは未だに私から一本も取れない未熟者だけ。そう？見込みはあると思うけど。あなたのしごきから逃げずに特訓を頑張ってるんでしょ。そういう諦めの悪い子、あたしは嫌いじゃないわ。でも弱音を吐くのだけは感心しないわね。無理や不可能なんてこの世にはないんだから。相変わらず。それで本当の用事は何？二つ目のコアクリスタル、それを探す手伝いを新人君に手伝ってもらおうと思ってね。セティア一人の方が効率よく集められるはず。ルシオはまだ未熟。ジュームさん。それを決めるのはあなたじゃなくこの私よ、ジューム。それとも新人君を独り占めできないのが嫌なの？わかった。余計な誤解をされるのも嫌だし、好きにすればいい。さすがはジューム、話せば分かってくれると思っていたわ。それで、あなたルシオだっけ？はい、見習い戦士のルシオです。いい目ね、気に入ったわ。それじゃあルシオ、私と一緒に二つ目のコアクリスタルを探しに行きましょう。今からすぐに。え、今すぐですか？少しだけ休憩を。大丈夫、疲れなんて根性でなんとかなるわ。さあ行くわよルシオ、いざアードラ大陸へ。強引すぎる。ちょ、待っ。見渡す限りのでかい湖、歩いて渡れそうな道もなし。ああ、いつになったらオイスにたどり着けるんだか。このカミンド様が颯爽と救ってやろうって時によ。ああ、いかんな、あまりにかっこよすぎてきっと俺はモテモテになる。いや、悪いな、まだ見ぬ美女たち。俺が欲しいのはマシュリーだけさ。なあ、お前もさっさとオビスに渡りたいだろ。エルシレール、また寝てんのかよ。本当にのんきなやつだなお前。うん、魔物もいないし、いささか緊張感に欠けてしまった。何か言ったか？さっさとオイスを救ってマシュリーを俺に振り向かせるって話だよ。お前は相変わらずだな。せっかく起きてやったのにがっかりだ。起きるなり冷たい反応しやがって。どうした、お前も眠くなったのか？お前と一緒にすんな。ほら、あそこになんか変わったもんが落ちてるぜ。よっと、でけえな。他じゃ見ない大きさのクリスタルだ。誰かが居眠り中に落としたのかもしれないな。お前じゃあるまいし、そんなことをするやつはいないだろう。
しかし変わったクリスタルだな。普通のものよりも深く、それでいて強い輝きだ。結構高く売れそうだな。先行き不安だし、ロギンの足しにでもしてみるか。誰かの落とし物かもしれないぞ。名前なんて書いてないし、見つけようがないだろう。それにオーイスに渡るためには小舟を買う必要がある。だがそのための金が今の俺たちにはない。だからこいつを売って帳尻を合わせるのさ。そういう時ばかり頭が回るんだな。もっと素直に褒めろ。オーイスに渡る当てができたんだぞ。ったく、こいつは俺が持っておく。お前は寝たはずみでどっかに落としそうだしな。ちっけえな。そんなヘマはしない。多分国の一大事に寝こけてたやつがよく言うぜ。とにかくさっさとこの森を抜けちまおう。次寝やがったら置いていくからな。私ほどの熟練者になると寝ながらでもついていけるから心配するな。寝ながら歩けるのか。武装している人が多く見受けられますね。あの身なりは傭兵かしら。この辺りは戦時中のようね。戦争ですか。戦争なんて本当に理解できないわよね。人は話し合えば必ず理解し合えるはずなのに。ですが人が多いのはこちらとしても助かりますね。情報収集しやすいですから。情報収集ね。ちなみにどうやって情報を集めるつもり？もちろん一人ずつ話を聞いて回るつもりですけど。却下よ。え、新人君はそこで待ってなさい。私が最も効率のいい情報収集というものを見せてあげるわ。コアクリスタルを見た者はこの中にいないか。シンクのクリスタルよ。覚えがあるものはすぐに私の元まで来なさい。セティアさん、ダメですよ。そんな変に目立つようなことをしちゃ。一人ずつ声をかけるなんてみみっちいことしてられないわ。それはそうかもしれませんけど、旗から見たらおかしな人ですって。そんなんじゃ警戒されて話を聞いてくれる人なんか。そこの美人さん、シンクのクリスタルを探してると言っていたな。俺が役に立てるかもしれねえ。だからちょっとそこで俺たちとお茶でもどうだ。ほら見なさい、新人くん、手っ取り早かったでしょ。本当に名乗り出てくるとは思わなかったんです。おいカミンロ、その出来の悪いナンパに私を巻き込むんじゃない。おいおい、俺はマシュリー一筋だ。これは断じてナンパじゃねえ。いいか、今いいところなんだからちょっと黙っててくれ。あのクリスタルを返すだけの簡単な話のはずだろ。おいあなたたちコアクリスタルを持ってるの？コアクリスタルかどうかは知らないが、森でシンクのクリスタルを拾ったぞ。今はそこの男が懐に忍ばせているはずだ。エルシレール、あなたたちが拾ってくれたのね。探す手間が省けたわ。さあそれをこっちに渡してくれる？おっと、まずはこいつが何なのかを聞かせてもらえるか。あんたたちが本当にこいつの持ち主なのかわからないからな。ええ、もちろんよ。じゃあ新人くん、説明よろしくね。あ、そこは僕なんですね。というわけなんです。世界の均衡を保つコアクリスタルね。しかし
カミンロさんが拾ってくれていて本当に助かりました。まあ待て、こいつをタダで渡すわけにはいかねえな。え？おいカミンロ、なぜそこで拒否するんだ。忘れたのか、俺たちはオフィスまで行かなきゃならねえ。そのためには船が必要だ。で、こいつはその金を稼ぐために必要なもんだ。こいつを渡しちまったら俺たちはオフィスに行けなくなる。それはそうかもしれないが、だからここで俺から一つ提案なんだが、あんたらこいつを買い取ってくれないか。それが無理ならギルを稼ぐのを手伝ってほしい。船を買えるだけのギルが集まったらこいつを返す。悪い話じゃないだろ。セティアさん、どうします？その条件飲ませてもらうわ。いえ、そんなあっさりと決めていいんですか。一度カミンロたちの手に渡った以上、所有権は彼らにあるわ。私たちの一存で勝手に奪い取るだなんて筋が通っていないでしょ。そうかもしれませんが、コアクリスタルが失われて世界のバランスが崩れかけてるんですよ。そんな一大事なのに悠長な気がしますけど。世界とは人の心でできているの。信頼を築かなければ真に世界の調和を守っているとは言えないわ。なんて眩しい目だ。ちなみに私たちは一文なしだから、そこんとこよろしくね。くっ、ド貧乏の割に眩しい笑顔をしてやがる。ギルを稼ぐだけでコアクリスタルを回収できるんだもの。平和的に解決できるならそれに越したことはないわ。わかりました。確かにセティアさんの言う通りですね。よし、じゃあ決まりだな。エルシレールともどもよろしく頼む。話はまとまったようだな。ならばまず近場の村で仕事を探そう。戦時中で入り用だしな、細かいクエストでもこなして地道に稼ぐとするか。わかりました。お二人ともよろしくお願いします。よし、楽しくなりそうね。やる気出てきたわ。というわけで仕事の時間だ。手っ取り早く稼げそうなのをいくつか見繕ってきた。最初のはこれだな。魔物たちが住処を焼かれて押し寄せてきているそうだ。見張りの話だと、そのルートがこの村にぶち当たるらしくてな。そいつらを撃退するのが今回のクエストだ。シンプルでいいわね。私一人でも簡単にこなせそうだわ。ほう、あまたの魔物をその弓でどう対処するのか見せてもらいたいものだな。お安い御用よ。そういうあなたたちこそ大丈夫なのかしら。俺たち二人は凄腕だぜ。凄まじい自信だな。じゃあ私は寝ててもいいか。二人はって言ってんだろ。好きあらば寝ようとしてんじゃねえ。冗談に決まっているだろう。お前が言うと冗談に聞こえねえんだよ。おっと、奴らのお出ましのようだぜ。なんかやけにギラついてないか。セティアさん、これってコアクリスタルの影響でしょうね。コアクリスタルの魔力に当てられて凶暴化しているんだわ。あの行動の時と同じだ。皆さん気をつけてください。おい、こいつにそんな効果があるなんて聞いてねえぞ。過ぎたことを気にしても仕方がないわ。総員戦闘準備。しかねえか。エルシレール、援護は頼んだ。本当に寝てる？冗談じゃなかったんですか？コ
こんな状況で居眠りできるなんて、肝が据わってて最高ね。うん、話は終わったのか。寝起きで戦えるの？当然だ。私の睡眠はいわば精神統一、つまりは絶好調なのだ。それに人々を守るのは騎士の本懐、やる気が出ないはずもない。あなたいいわ、最高ね。気に入ったわ。じゃあどちらが多く魔物を倒せるか競い合いましょう。承知した。私の剣技をしかとその目に焼き付けてやろう。連携とか取らないんですか？諦めろルシオ、もう俺たちの声は届かねえ。それにこっちはこっちで忙しくなりそうだぜ。いやー、おかげで助かりました。こちらがお礼のギルになります。ああ、コアクリスタルのせいで魔物が凶暴化してるとは、心臓に悪い仕事だったぜ。すみません、事前に伝えておけばよかったですね。ま、おかげで少しだけ報酬に色がついたし、結果的には問題ないな。つっても目標まではまだ全然足りねえ。早速次に行こうぜ。次はどんな内容なんですか？さっきのよりは簡単だぜ。なんてったって次のは素材集めだからな。なんでも戦争の影響で毒消しの供給が不足してるらしい。そんなわけで薬草と蛇の毒を近くの森まで探しに行く仕事だよ。地道な作業ってことね。足腰が鍛えられそうでいいじゃない。森か、今日は天気もいいしよく眠れそうだな。いや、お前も手伝えよ。遊びじゃねえんだから。ヘビ全然いませんね。薬草は割と見つかるんだけどな。魔物のせいで巣の奥にでも引っ込んじまってんのか。新人くん、弱音を吐く前に探す探す、気合で見つけるのよ。お前の先輩かなり厳しいんだな。僕がだらしないのが悪いので。男ならもっと自分に自信を持った方がいいぜ。自信のない男にいい女は振り向かないからな。自信過剰な男にもマシュリー殿は振り向かないようだが。うるせえな。今にオビスを救ってマシュリーにふさわしい男になってやるからな。ったく、ヘビもいねえし、ここらで休憩にするか。あれ、カミンロさんが座ったところなんだか穴が開いていたような気が。は？うわぁ、ヘビが出てきやがった。こんなところに巣があったとはな。落ち着きましょう。刺激しなければ襲ってこないはず。おい、ルシオ、お前の足元にもいるぞ。うわぁ、危ねえ。派手に転んだな。おい、大丈夫か？行ってて、ありがとうございます。すみません、助けてもらっちゃって。元はといえば俺のせいだからな。お前が美女以外を助けることもあるのだな。こうやって分け隔てなく優しくすることに意味があるのさ。優しい俺を見ればマシュリーもきっとグッと来るだろうからな。まあ、己の身を挺して人を助けるだなんて、なんて素敵なんでしょう。え、どうしたの急に。まだやるんだな、それ。当然だろ、ハニー。俺は誰にでも優しい世界一の紳士なんだぜ。あ、
愛しのカミット様、あなたこそ私の夫にふさわしい真の紳士です。ようやく俺の魅力に気づいてくれたか。ええ、あの男にはない英雄たる輝きを感じます。ああ、わかってる。魔王モントなんぞよりよっぽど君に似合う光さ。はい、あの卑劣な男より私はカミント様の腕に抱かれていたいのです。もちろんさ、この腕で守ってやる。君を傷つける全てのものからな。カミント様。ハニー。どうした、面白芝居はもうしまいか。予行練習だよ。マシュリーがなびいてきた時に慌てないように。マシュリー殿がお前になびくわけがないだろう。いい加減現実を見たらどうだ。いや、諦めないね。俺は絶対にマシュリーと結ばれてみせる。ふん、妄想するだけなら自由だからな。勝手にするといい。あたしはそういうのは嫌いじゃないけどね。絶対に諦めないその強さ、まさに賞賛に値するわ。取り込み中のところ申し訳ないんですけど、蛇はどうするんですか。おっと、すまんルシオ。さっさと片付けて素材を頂戴しちまおう。カミンロさん、ギルは集まりましたか。いや、もう少しだけ足りねえな。さっきもう一つ仕事を受注していたでしょ。それで足りるんじゃない。ああ、ただ次は金払いもいいが危険度が高い。内容は何ですか。村の食糧庫を魔物や野党から護衛するんだ。戦争の煽りで落ちぶれた野党どもが夜な夜な襲撃してくるらしくてな。略奪なんて信じられない。その少年を私が叩き直してやらないと。騎士として見過ごすわけにはいかないな。やっぱりあなたとは気が合うわね、エルシレール。ひとまず夜を待ちましょう。待ち伏せして迎え撃つのが効果的だと思います。そうだな。それじゃ食糧庫の近くで待機。敵を発見次第行動開始だ。奪え奪え、金目のものより食料狙え。ついに来たわね。全員私が射抜いてあげる。がっ、やるではないか。こちらも切り込むとしよう。なんて強さだ。俺はもう逃げるぞ。おい待て、待ってくれよ。さてと、残るはあなたで終わりかしら。見逃してくれ。故郷で病気の妹が俺の帰りを待ってるんだ。妹さんがですって。あなたは妹さんのためにこんなことを。あれ、信じてる。それだけじゃねえ。ここで食料を奪わねえと子供が餓死しちまうんだ。そんな、やはり戦争は許せないわね。セピアさん、全部嘘に決まってますって。そんなわけないでしょ。あなたはこの人の言うことが信じられないというの。信じる以前の問題では。私は信じるわ。他人を信じることこそが私の信じる強さだもの。背中がガラ空きだぜ。簡単に騙されやがってバカめが。バカはお前だ。ほら
うわっ！敵の言葉なんかに耳を貸すな。野党なんて息をするように嘘を吐くもんなんだからな。そんな。カミーロ、こちらはそろそろ制圧完了だ。なら、こっちもさっさと終わらせねえとな。よし、これで終わりっと。数は多かったが、大したことはなかったな。セティアさん、大丈夫ですか？私は、人というものを理解できていなかったみたい。ごめんなさい、ルシオ。あなたの忠告を無視してしまって。いえ、僕は何も。助けてくれたのはカミーロさんですから。お礼に仕事の分け前を増やしてくれてもいいんだぜ。わかったわ。全額持って行って。冗談だ。感謝の言葉さえもらえりゃそれで満足だよ。そうなの？ならありがとう、カミッド。カミンロがゆすりをかけているところ悪いのだが。なことしてねえよ。捕らえた野党が近くにアジトがあると吐いた。騎士として放っておくわけにはいかない。制圧しに行くべきだ。とは言っても目標額はもう集まってるしな。元を叩いておかないと、この襲撃は今後も続くだろう。村の今後も考えると、ここで潰しておいた方がいい。私もそう思うわ。何より人に嘘をつくような心の弱さを持った人たちを放っておくなんてできない。私たちが正しい道に引き戻してあげないと。敵の本拠地に乗り込むんですか？危険そうですね。弱者を守るのが私たちの使命。違う？そうですね。その通りです。オビスを解放した後に不安因子が残っていると、いろいろと面倒そうだしな。目は積んでおくことに越したことはないか。いいぜ、付き合ってやるよ。それにここで活躍しておけば、マシュリーの耳にも入って俺の株が上がるだろうし。そうと決まればなんとやらだ。パパッとアジトを潰しに行こうぜ。なんだ、面白芝居はしないのか。いつもやるわけじゃねえよ。なんだお前らは。あなたたちの性根を叩き直しに来たのよ。落ち着いてください。まずは説得から。なんだこいつら、生意気な。お前らやっちまう。聞く耳は持っていなさそうだぞ。話が早くて助かるわ。私の正義の意志、その心で受け止めなさい。キリがないな。まさか根性なしどもがこんなにいたなんてね。くそ、骨の折れる仕事だぜ。こんな状況で私の尻でも触りに来たのか、フラチモノめ。誤解だ、背中を守ろうとしてるだけだ。ふん、分かっている、冗談だ。お前のそれは冗談に聞こえねえんだよ。どうする、一度引いて立て直すか。騎士が賊に背中を向けるなどあってはならない、却下だ。同感ね。敵を前に逃げるだなんて、私の正義が許さないわ。ですが、かなりの劣勢です。立て直しは必要なのでは。この道を選んだ以上、後ろを振り返るなどありえないのだ。どんな苦境に立たされたとしても、諦めなければ必ず道は開ける。クリスタルの戦士に諦めの文字はないのよ。諦めの文字はない。まあそうだな、
ここで引いちまったらかっこ悪いよな。マシュリーにふさわしい男になるまで何だって諦めたりするもんかよ。カミーノさん、わかりました。僕も諦めません。村の人たちのため、そして野党の人たちのためにもこの戦いに勝ってみせます。覚悟の決まったいい目ね。なら私にちゃんとついてきなさい。はい。まさか食料庫の護衛だけでなく野党のアジトまで潰してくれるとは。感謝してもしきれません。本当にありがとうございました。騎士として当然のことをしたまでだ。熱烈な歓迎だな。俺も最初から同行しておけばよかったぜ。あ、カミンラさん、どこへ行ってたんですか？ギルが集まったからな。船を買ってきたのさ。というわけで、ほらよ、約束のブーツだ。コアクリスタル、ありがとうございます。礼なんていらねえよ、そういう約束だからな。で、ついでで悪いんだが、船を運ぶのを手伝ってくれないか？一人じゃちと重くてな。わかりました。セティアさんたちにも手伝ってもらえますか？俺たちだけで運ぼうぜ。女の前でぐらいカッコつけといた方がいいだろ。そうなんですか？そういうものなんだよ。ほら、行くぞ。だそうだ。我々はお言葉に甘えるとしよう。ええ、新人くん、ガッツを見せるのよ。せーの、よっと、ルシオ、力を入れろ。荷車に乗せてもこの船結構重いですね。弱音が聞こえたわよ、新人くん。クリスタルの戦士として自覚が足りないんじゃない？すみません。なあルシオ、クリスタルの戦士ってのは彼女みたいな人ばかりなのかな？言われてみると皆さん厳しい方ばかりですね。今回もジュームさんの特訓から休みなしで連れてこられましたし。ジューム？あ、はい、最初に僕の指導をしてくれた女性の方です。言葉数が少なくて誤解されやすく、特訓は鬼のように厳しい方です。お前も大変なんだな。でも先輩方からはいろいろと大切なことを学ばせてもらってますから、怒られないように僕ももう少し頑張らないといけないなって。未熟な僕でもあの人たちと一緒なら立派なクリスタルの戦士になれる気がするんです。ほう、いい先輩たちに恵まれたんだな。いた、何するんですか。羨ましくてついな。いいかルシオ、これだけはよーく胸に刻んでおくんだ。いい女との出会いはそれだけで人生がひっくり返っちまうもんなのさ。俺がマシュリーと出会って人生が変わったのと同じようにね。エルシレールさんとの出会いも人生が変わるきっかけの一つなんですか？ある意味ではそうかもな。あいつはいつも寝てばかりだが。おっと、着いたみたいだな。新人くん、お疲れ様。いい特訓になったでしょ。あははなあ、あんたらはこれからどうするんだ？もちろん元の世界に帰るわ。クリスタルを戻さないといけないからね。ではここでお別れか。寂しくなるな。死に別れるわけじゃない。またいつでも会えるわよ。ああ、そうだな。
またどこかで会おう。ルシオ、お前はもっと自分に自信を持つようにしろよ。善処します。辛くなったらいつでも会いに来い。うまいもんでも食わせてやるよ。ほう、いいことを聞いた。ではたらふくごちそうになるとしよう。なんでお前におごることになってるんだよ。そうか、存外旅の仲間には冷たいやつだったのだな。マシュリー殿に伝えねば。ずうずうしくたかっておいて、よくもまあいけシャーシャーと。あなたたち本当に面白いわ。いい仲間ってこういうことよね。ではカミーロさん、エルシレールさん、僕たちはそろそろ。おい、クリスタルの戦士として使命をちゃんとこなしてくれよ。辛くなったら眠るといい。疲れがすぐに取れる。はい、お二人もお気をつけて。またね。これで二つっと。順調なのはいいことだわ。お帰りなさい。随分と遅かった。面白い人たちがいたからついね。何があったかは後で聞く。それよりもルシオ、特訓を始める。いいえ、今帰ってきたばかりなんですけど。関係ない。そんな。あら、じゃあ私も一緒に付き合おうかしら。弱音なんて二度と吐けなくなるぐらい鍛えてあげるわ。それはもう一種の洗脳なのでは。先に準備をしている。遅れたら承知しない。相変わらずのマイペースね。セティアにだけは言われたくない。ちょっとお二人とも置いていかないでくださいよ。今クリスタルが曇ったような。ルシオ、早く。はい、すぐ行きます。